金州市は中華人民共和国両寧省に位置する地球市。両寧省西南部の腰の下川川口部に位置し、東は万金市、西は小足島市、南は北海の両東湾、北は朝日市と福新市と接している。三市かつ区に研究、市二県を管轄する。両政省金州市両年省金州市金州選区、金州選区金州は、 古代に都賀と呼ばれ、戦国時代には燕に属し、旗による統一後、大部分は両党軍となった。関の時代には、優州政はじむ軍、進むの時代には、平州政はじむ軍に属した。北儀、東儀、北西では、英州の管轄となり、つい及び東大は、柳城軍、燕軍に属し、党の安藤と五府の諸葛となった。近州の名は、 両代に始まり、両朝の中京道、近朝の東京路、北京路に属した。現代には、両用業中諸省の管轄となり、秋代では、両党都事後に、両党順部なでに属して、高年守が置かれ、民末には、後金との攻防が繰り広げられた。新代では、高安市府が、後に、金州府が置かれた。中華民国が成立すると、当初は、法天省。 両神道、1929年に遼寧省の貴族となった。1932年に満州国が成立すると法天省の管轄区域となり、1934年には新設された金州省に遺憾。1937年には金州に市政が施行された。1948年、国民政府により熱化省が設置されたが、 国境内戦の激化により国民政府は実行支配権を創出。1949年1月には共産党軍により解放区として両政省が設置され、省政府は禁州市設置された。共産党軍は1954年8月に両政省は両党省と合併している。その後選挙制度の施行に伴い禁州選挙とされたが、 1968年、戦区が廃止され、市政が施行、近州市と解消され現在に至る。市内の両親線駅記念館も観光の要所である。西南海岸に筆加山島があり、引き潮時には歩いて渡れ、この道を天橋と呼んでいる。北陳市には、東北三大名山の首とされる、伊富、両山が自然保護区に指定され、 北儀に建てられた、儀堅の万物堂石窟は、中国北方石窟造造芸術の宝庫である。さらに、大光祭寺の両党、北陳病、高志教寺総統、大石小幕府、邦国寺、北陳空老、昇州制道機軍、劉岡古領大帝王領母軍などもある。中国での女三代の実話を描いた、1990年代のベストセラー、ワイルドスワンの舞台である。 ありがとうございます。